マイクロソフトジェットデータベースエンジンはいくつかのマイクロソフト製品が採用しているデータベースエンジンである。マイクロソフトジェットエンジンまたは単にジェットとも呼ばれる。ジェットの最初のバージョンは1992年に開発されデータベースの操作に使用できる3つのモジュールで構成される。JET はジョイントエンジンテクノロジーの当時語である。 マイクロソフトアクセスやビジュアルベーシックはその基盤となるデータベースエンジンとして Jet を使用していた。ただし後にマイクロソフトデスクトップエンジンにさらに後に SQL サーバーエクスプレスに置き換えられた。大規模なデータベース活用の際には Jet データベースを Microsoft SQL サーバーのデータベース製品群にアップグレードすることができる。 圧縮と暗号化が有効な50億レコードを含む MSJET データベースの場合、約 1TB のディスク記憶域が必要となる。JET は関係データベース管理システムの一種である。ファイル拡張子は MDB または Acdob。他のソフトウェアがこのデータベースにアクセスするための単一のインターフェースとセキュリティ、参照整合性、トランザクション処理、 インデックス作成、レコードとページのロック、およびデータレプリケーションのサポートを提供する。以降のバージョンでは、エンジンが拡張され、SQL クエリの実行、ユニコード形式での文字データの保存、データベースビューの作成、Microsoft SQL サーバーとの双方向レプリケーションが可能になった。JetDLLJet には3つのモジュールがある。1つ目は、 ネイティブジェットイザムドライバーでファイルシステム API を使ってマイクロソフトアクセスデータベースファイルを直接操作するダイナミックリンクライブラリーである。二つ目のモジュールはジェットのバージョンに応じてエクスベー a パラドックス、ブトリーブ、フォックスプロなどの様々なイザムデータベースを操作するイザムドライバーの DLL である。三つ目のモジュールはデータアクセスオブジェクトストールである。DAO は プログラマーが任意のプログラミング言語を通して Z データベースを操作する API を提供する。Z はもともと1992年にマイクロソフトの内部データベース製品開発プロジェクトであるシロスというコードネームから生まれた基盤となるデータアクセス技術として開始された。シロスはプレリリースバージョンのビジュアルベーシックコードから開発されマイクロソフトアクセスデータベースエンジンとして 使用されていた。アクセス2.0がリリースされたとき、アクセス ODBC 開発者が、ジェットコードの一部を使用して、ODBC ド,ドライバーを生成したため、ジェットはよりコンポーネント化された。ビジュアルベーシック3.0ユーザーが、アクセス2.0で発行された更新されたジェットを使用できるようにする更新が提供された。ジェット2.0は、 マイクロソフトアクセスデータベースなどのアプリケーションソフトウェアで使用されるいくつかのダイナミックリンクライブラリーとしてリリースされた。Windows の DLL は複数のアプリケーションで使用できる共通コードのライブラリーである。これらのアプリケーションのそれぞれは独立してコードのメンテナンスを使用することができ、共通のライブラリーの下に複数のアプリケーションが使用するコードを保つ、 ことによって減少し、アプリケーションの機能レマスより少ない開発努力で増加する。JET2.0 は JETDLL、データアクセスオブジェクトストル、およびいくつかの外部、イザム DLL の3つの DLL で構成されていた。JETDLL はアクセスしているデータベースの種類と要求された内容を実行する方法を決定した。データソースが MDB ファイルの場合、データを 直接読み取り、ファイルに書き込む。データソースが外部の場合、正しい OdoBC ドライバーを呼び出して要求を実行する。なお、DLL は、プログラマーが Jet e ン g i とのインターフェースに使用できるコンポーネントであり、主にビジュアルベーシックよびアクセスベーシックプログラマーによって使用されていました。i ザ a m d l l は、Jet が3つの i ザ a m ベースのデータベースに、 アクセスするためのモジュールであった。t 2 0の後継でリリースされた t 2 1は同じデータベース構造を用いるがロック戦略が異なるため t 2 0と動作が異なる。t 3 0にはストレージサイズを削減する新しいインデックス構造とコードに複製されたインデックスの作成にかかる時間、インデックスページの読み取りロックの削除、 ページ再利用の新しいメカニズム、次の新しい圧縮方法など、多くの機能強化が含まれていました。データベースを圧縮すると、インデックスが、クラスター化、インデックス形式で保存され、ジェットの先読み機能を改善する、新しいページ割り当てメカニズム、処理を高速化する削除操作の改善、マルチスレッド、およびキャッシュのメンテナンス、暗黙のトランザクション、新しい並べ替えエンジン、 長い値は別々のテーブルに保存された。動的バッファリングのバッファ値ンポリシーから最も最近使用されていないバッファ値ンポリシー。t 3 0ではデータベースの複製も可能だった。t 3 0は t 3 5に置き換えられた。これは同じデータベース構造を使用するがロック戦略が異なるため t 3 0との互換性がない。Z4.0 には 多数の追加機能と拡張機能が追加された。アクセス2000からアクセス2010までのマイクロソフトアクセスバージョンには、Z データベースを元のデータベースと同じテーブル構造、データ、およびその他の多くの属性を持つ SQL、サーバー上の同等のデータベースにアップサイズできるアップサイジングウィザードが含まれていた。レポート、クエリ、マクロ、セキュリティはこのツールでは処理されない。 つまり、アプリケーションがこれらの JET 機能に大きく依存している場合は、手動で変更する必要があった。JET4 データベースエンジンのスタンドアロンバージョンは、Microsoft タアクセスコンポーネンツのコンポーネントであり、Windows 2000以降のすべてのバージョンの Windows に含まれていた。JET データベースエンジンは3 2ビットのみであり、 6 4ビットバージョンの Windows ではネイティブに実行されなかった。つまり、ネイティブ6 4ビットアプリケーションは、プロキシとして機能する中間の3 2ビットソフトウェアを除いて、OdoBC、a l r e d b または、その他の手段を介して、MDB ファイルに格納されているデータにアクセスできなかった。バージョン2007以降、アクセスには、Office 固有のバージョンの Jet が含まれている。 当初はオフィスアクセスコネクティビティエンジンと呼ばれていたが、現在はアクセスデータベースエンジンと呼ばれている。このエンジンは以前のバージョンの Z エンジンと介護管制があるため、以前のアクセスバージョンからファイルを読み書きできた。新しいデフォルトのファイル形式が導入され、複数値フィールド、添付ファイルデータ型、メモフィールドの履歴追跡などの複雑なデータ型など、 アクセスにいくつかの改善をもたらした。また、セキュリティの変更と暗号化の改善がもたらされ、Microsoft Windows SharePoint Service 3.0、および Microsoft Office Outlook 2007との統合が可能になった。Microsoft Access 2010のエンジンは、アクセス 1.0, アクセス 2.0, ロータス1から2から3、およびパラドックスファイルのサポートを終了した。 6 4ビットバージョンの Access2010 とその ACE ドライバープロバイダーが導入された。これは本質的に6 4ビットバージョンの Jet を提供します。ドライバーは Windows オペレーティングシステムの一部ではないが再配布可能として利用できる。Microsoft Access2013 のエンジンは Access95、Access97 および XBase ファイルのサポートを終了し、 レプリケーションのサポートも終了した。マイクロソフトアクセス2016のバージョン1608は、X ベースファイルのサポートを復元した。バージョン1703では、多数のデータ型が導入された。データアクセス技術の観点から、ジェットの利用を、マイクロソフトは推奨しないが、マイクロソフトアクセスの一部として、ACE を引き続きサポートしている。マイクロソフトは、 マイクロソフト Windows 向けにのみ、Z ドライバーを提供している。したがって、Z データベースを使うサードパーティーソフトウェアの動作環境は Windows のみとなっていることが多い。MDB ツールズ、そして MDB ツールズを Java 向けに大きく拡張された JAXES というオープンソースプロジェクトがあり、他のプラットフォーム上で Z データベースを動作させる試みである。ありがとうございます。